栄町は、千葉県の北部中央に位置し、印旛郡に属する町。都市雇用圏における成田都市圏。国際観光モデル地区に指定されている。町内には、国の史跡に指定されている、龍角寺古墳群、岩屋古墳などの古墳が良好に保存されている。千葉県北部中央に位置し、県庁所在地である、千葉市から約 30km の距離である。東京都の都心から45の 55km 圏内である。都市雇用圏における成田都市圏に含まれており、成田市へ 25.2%、東京都特別区部へ 12.5%。平野は関東平野に含まれ、町の西北部と南部は平坦であり、水田地帯が広がる。東部の台地は下宇佐台地で山林や畑が多くある。利根川流域に位置し、町の北は、利根川が流れ、南には印旛沼、中心部には、利根川と印旛沼を結ぶ長門川、西には、小源川などの川に囲まれている。町役場は、安食台にあり、その周囲の安食地区とともに、安食駅を含めた町の中心市街地となっている。地名としての栄町は、日本各地にあるが、基礎自治体としての栄町は、当町のみである。利根川堤防に設置されているスーパー、堤防発祥地の日平成27年国勢調査より、前回調査からの人口増減を見ると、5.99% 減の 21,228 人であり、増減率は、千葉県下54市町村中39位、60行政区域中45位。定数、14基幹産業は、第一次産業が盛んである。本店を置く企業、金融機関児童福祉施設幼稚園小学校、中学校、安食駅栄町循環バス、若草大橋千葉県立房総の村国、県指定及び国登録文化財一覧。ありがとうございます。